本海軍の父山本門兵衛の偉業の一つ海軍大リストラは有名であろう。リストラの対象は明治維新や西南戦争で武功のあった者、ベテランが何人もいたら後進は育たない。日進月歩の海軍技術を理解できない明治維新功労者の存在は海軍の組織構造に大きな無理を生じさせていた。山本門兵衛のこの言葉、功労者は勲章を得ればいいのです、実務につけると百害を生じます、は現代にも通ずるものがある。結果97名もの士官が予備役に編入され、代わりに海軍兵学校卒業者にそのポストが回ってきた。これを実現できたのは海軍大臣西郷嗣道がバックにいたおかげである。山本の能力を信じて全面的に任せた西郷は功績の半分を担ったといえる。そしてそのリストラ名簿に東郷平八郎大佐という名があったが、山本はもう少し様子を見ましょうと言って丸をつけなかった。それは後に海軍大臣となった山本が日露開戦直前、周囲を驚かせる連合艦隊司令長官東郷平八郎誕生への大いなる伏線となっていく。